安田龍門5月13日から1965年2月14日は日本の画家、彫刻家である。和歌山県龍門村出身。彫刻家の安田春彦は息子、西村博之は孫婿である。1891年、長群龍門村に生まれる。名は十江門、龍門と合した。旧聖古川中学校を卒業後、一時は医師を、 死亡するが、東京の上野で開かれていた、文部省美術展覧会で、菱田俊草の落葉と出会い、一度は諦めた美術の道を再び、目指そうと決める。太平洋画界研究所で絵画の指導を受け、1912年、東京美術学校西洋画家に入学する。美術学校在学中に二科店に出品し、入選、1917年の第十一回文展では、 母と子で特選を受賞する。その後、日本美術院の研究所で彫刻の勉強をはじめ、以後日本美術院展覧会を発表の場とした。1920年に渡米し、サンフランシスコ、ニューヨークを経て、翌年にはパリに入り、オーギュストロダンの助手であったアントワーヌ・ブールデルの教室で彫刻を習う。また、ヨーロッパ各地を留学する途中。 南仏のアリスキド・マイオールのアトリエを訪ねた。ギリシアのアルカイックな彫刻に浸水して、女性のおおらかなラタイ像を追求した、マイオールの作風は、リューモンが修正を意求めた、母性愛のテーマに影響を与えた。母性教の知らせを聞いて1923年に、帰国するが、欧米で3年余り研鑽を積んだ経験は、後の事故の造形世界を築いていく。 際の確かな石となった。帰国後は東京での制作をやめ、郷里の和歌山に西村伊作設計のアトリエを建てて活動の本拠を移し、その後大阪府堺市に転居する。戦後は大阪市立美術研究所和歌山大学で更新の指導にあたり、関西の美術界に大きな影響を与えた。1965年73歳で死去。 ありがとうございます。